はい、皆さん今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。 じゃんさんプレミアムコンサートツアー「ファイヤーグラウンドアンコール公演2022」というライブの映像を見させていただきながら私が勝手に思うままにお話をしていく動画今日でも19本来ましたか。 えー、いよいよライブの本編のラストの1曲という形になりますけれども、えー、前回「僕の来た道」という楽曲をね改めて聴かせていただいてちょっとね一人ぐっと、えー、来てしまったわけなんですけれどもそのあと「WeLoveMusic、えー」We Love Music という楽曲が。 ここに書いてありますで私はこのライブの映像を見るにあたってですね、まあ、ジャギアンダ・アスカそしてアスカさんの楽曲はたくさん聴いてきてるんですけども最近2枚、えー、出されてるアスカさんのアルバムそれから配信でねシングルのように出されてるやつを全然聴いておりませんので知らない楽曲もいくつもあってですねまあ新鮮なといえば新鮮なんですけども、えー、ここで初めて聴くような楽曲もたくさんあるんですけどこの次の「WELOVEMUSIC」もまさにそういう楽曲で私はこのメロディーを聴いたことも えー、ないんですけども一体どんな楽曲なのかということも含めてですね、えー、続きを見させていただきたいと思いますそれでは1時間56分59秒のところから続きいってみましょう再生ポンあ違うじゃんちょっと待ってください今ねポンとか言いましたけど前回そうそう「僕の来た道」の最初の歌詞をたどった時にちょっと戻ったんだったちょっと待ってください。 でででね、この辺はカットしたらいいんですけどはい今次のチャプターに移動しましてここから「WeLovemusic」ちょっと待って手前で MC とかないかどうか一回確認していいですか。1時間今57分3029あ大丈夫ですね。えー、僕の来ためがジャーンと終わってと子さんが今ドラムを。

すごい叫び飛鳥さん「空から届く,あらら,ろろくあらららら,ら」「送れのだよあららららへ」「みんなでそれを」yeah「や」「できあいたいだらららのへ」yeah 悲しい人に yeah, 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 yeah. 楽しい人に見つかるように来、yeah. てくれる上に大きな広場を作ってくれる I 知ってくれる。なんてよ、笑えよ、って言ってくらら。oh, oh, 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 we love you. I know, you know. コーラスの人が手を叩きながら。ががら yeah, yeah, yeah. そうお客さんも座りながら手をたたいて oh, 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 we are すごいサビのメロディーというよりかはもうみんなに問いかけてる感じですねギターをローディーさんにお渡しして飛鳥さんギターを外しました。これならこのギターと 北を南波は、あ、いえいえ。<laughs> 楽しそうさはあすかせん。二つに分けた。あらららら。ららギターのお二人が揃って。じゃん。せきこんせんに。かしかけて。 星を掴んで掘り投げてみる。困った顔した。予見者が各社ここに置いて。そこに花を挿して後になろう。 Oh, 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 we love me wealthy.I don't, yeah, you know. <laughs> すごいもう動きまくって。Eh, eh, oh, 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 we are me wealthy.I don't. お客さんもみんな手を叩いて。you love, we love. コーラスのお二人も。 誰れだって真な中に立てている。悲しいことにはけが悩む<う>。勇気の涙はさまになる。You say it!Well o e Mills! おお、かっこいい さあドラムだけでお客さんが手をたってて「I know you know we know yeah 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 yeah」楽しそうああみんなベースもギターもみんな手を上でたたいて「y e e h i know you love we love yeah 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 「おおおおおいあめウてーゼ」さあスタンドを持ちながらステージの右の方に歩いてきてスタンドを片手で持ちながらこれナさんのところで「You love we love yeah yeah シュービーさんも上高い。さあ、今度、ステージの左側に。d a n i I love you know we love. をくるっと回して。なにかっこいいことして、アスカさん。We are melting.I love you know love we love.Yeah, yeah. yeah. あその高い音何すごいな oh, oh, スタンド持ちながら歩いてますけどマイク離れてるな yeah, yeah, yeah. Oh, oh, スタンド置きました <You> know, 動いてる We love yeah yeah

笑顔で手を挙げて「ありがとう!」とめっちゃいい声「ありがとう! <laughs>」お客さんももうすごい手を挙げて大きな拍手であすかさん左手側に下手側にはけていきましたで楽器の人たちもみんな左の方へねゆっくり歩いていって最後さとこさんドラムのところから右側にねドラムがあるんですよね向かっていや弦楽器の方たちも 下手にかけていきまして一旦ステージの照明がパッと暗くなりますお客さんの拍手が大きくなってパッ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 ,ッとね、えー、拍手がリズムを持ってこうアンコールにつながっていくというところで今暗転して止めさせていただきましたけどもこの「WeLoveMusic」という楽曲これスカさん作られてる時にこういうイメージが もうあるのかな、お客さんたちと。I love you love we love。<music> <music> うん、なんかね、それこそこうね、お客さんと一緒にこう手を挙げながら盛り上がる曲とかで言うと、やっぱチャイアンダースカのやいやいやーとかね、ああいうこう勢いドーンっていうね、<music> やいやいやー、い、うん、けいけっていう感じよりも、なんかみんなで。<music> うん、やっぱりちょっと大人なねそう落ち着いてしまったというわけじゃなくて今の飛鳥さんのみんなでこうね、えー、一緒に奏でようの楽曲っていうのがこういう風になってるんですね。で私はその今の楽曲を初めて聴かせていただきましたけど歌の前のわーってもう飛鳥さんの叫びがすごかったですね。ここれ見見るるだけでもののライブの映像を見る 価値あるんじゃないいいかとうぐらいそしてやっぱりあの最初に「あ」って貼ってる時はちょっと体を前かがみにしてマイクもこの辺でしたけど「あ」って出してるあの出方がやっぱり基本的にはあの重心を下げてお腹に踏ん張ってこの鼻の奥の鼻腔からこういう出し方っていうのが歌いながら進化してとりあえずギターとか持ってるとこうねこうできないマイクがここにあると。 うわー,いやーっていう多分これ全部この進化版ですね根本はやっぱりグッとお腹に力を入れて重心下げてわーこれなんだなという感じがちょっとしましたで今こう途中からスタンドマイクを持ちながら、えー、前の方に行って途中でめっちゃ高い「あー」みたいな音ありましたけどあの時もやっぱりこう前かがみになってましたもんねあーやっぱまあその基本がないと あーって動いてやっぱ歌えないですよね声出ないと思います高尾とあんなに太くで途中でもうスタンド置いても動きまくってましたけどもとにかくその声の響きというか太さがすごいのでどこにいてももう完全にマイク拾えてますもんねいやすごいまあただあのちょっとこう囁くみたいに歌ったりする時にガッと顔が近づいてきた時には PA さんさすがにちょっとこう 下げてはいるような気しますけどねそれで張った時ともうバランスを取ってってやっているんじゃないかなと思いますけどまあその辺ももうずっと一緒にやられてるね多分 PA さんと音響の方がついてると思いますのでもうね通過な感じだと思いますけどまあどちらにしてもいやお客さんもこれね今マスクを皆さんして立ち上がらない状況で見てますのでもっとわわっとね体を動かして乗りたい部分もあると思いますけど。 でも今映像で見ててもね本当に会場が一体になってで途中でもうねドラムのリズムだけでみんなでこう手をたたくような場面もありましたけれどもなんかこのねまあお客さんももちろんすかさんとそのバンドのメンバーも含めてやっぱりこの楽曲の中で言われているような一個のまあ音楽まあこうリズムも含めてねというものでみんながこう一つにつながれるんだよっていうこれはみんな好きでしょっていう。 なんかこういうことをまあ楽曲の中でねきっと歌ってくれてるんじゃないかなと思いますけどまあ今こういうねいろんな大変な状況が世の中世界的に起こってる中でこうやって音楽というものを通してですねこれでみんなで一つになれるじゃないかということをこう熱く歌う「飛鳥さん」っていうねでそれをこの本編のライブのラストの曲としてこれを歌ってみんなにこう届けてくれるってやっぱりこうね エンターーテイナー音楽というものを使った表現者でそれをもう何十年もやられてるすごさみたいなものを改めて感じますし、まあ、今回このねライブの映像を見させていただく前にもう私自身が実際ライブを見に行ったのって相当もう前になっちゃうと思うんですよね。10年 以上前だとと思いいいますけどああの時に比べててやっぱりり年齢を重ねられているでもいろんなこともありましたえた、ー、声が出てるのかなとかね、えー、新しい曲というとどんな曲なのかなっていうのがちょっとね自分の中で見るまでどんなのかわからないなっていう感じもあったんですけど今改めて本編ラストまで見て全然全然平気平気平気という言葉じゃ違うな全然変わってないですね。 出てる声むしろ変わってないどころかやっぱり凄みを増しているというかやっぱり音楽も私が偉そうに語れるもんじゃないですけどやっぱりその人自身ですからその、まあ、持,ってき持ってるもともと性格それからまあ声の出方楽曲の作るセンスとか経験値そういうものが全部相まって今のやっぱ歌声楽曲になってると思うんですけど。 やっぱ昔とまた違う今ののさんの良さ凄さっていうののを存分にに感じられるライブの映像になっててもうね3曲目ぐらいで私これ買ってよかったなってなんかこう動画の中で言ってると思いますけどまあこれは今あの解説しながら1曲ずつ見てますけどやっぱり通してね何回でも見たいそしてこれはあのね前にも言いましたけどライブの映像と一緒に CD も一緒に入ってましてねこのライブの音源が CD になってるのでこれを実際ねこう いいいいろんななとこ行ききがら、えー、聞てたもう飛鳥さんのすごさをねまざまざと見せていただいた本編になっておりましたけれども、えー、ここからアンコールが3曲ほどあるみたいでもうこの3曲ともねもう本当にこれもよく知ってるしもうそれこそ歌詞見ないでも歌える曲3曲ともなんじゃないですかね。 はいとなっておりますので、えー、また続きねあと3曲ほどになりますけどもまた見させていただきますのでよろしければまたお付き合いいただけたらと思いますということで、えー、今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。